こんにちは、えっちゃんです。 GU 1万円コーデということで、まあもう春になったので、私もねもうそろそろ新しい洋服が欲しいなと思ったのですが、やっぱりね買いすぎても良くないし、お金もあまりかけたくないということで、今回は GU で1万円コーデをやってみました。もう買ってきたわけですよ。今回ね、GU で買ったのは、まあ2パターンね、コーデができるように買ってきたんですけれど、家にあるね、今まで買った GU のアクセサリーとか踏まえて、なんかおすすめのもの紹介したいなと思います。早速ね、まずは買ったもの少しずつ見せていきたいと思います。まずは、じゃじゃーん、こちら。ストライプで袖がね、レースになっている、なんだろうな、これは。しばらくお待ちください。もう一回いきます。じゃじゃーん。一着目はこちら。ストライプで袖がね、レースになっていてとっても可愛いシャツです。商品名は、ご迷惑をおかけしております。ストライプレースコンビネーションシャツ七分丈です。こちらね、1990円でとっても買い得なのに、なんかすごいね、可愛いなと思って買ってみました。そして次は、こちら。デニムウエストリボンフレアロングスカート。ここがリボンになってて、なんかすごい軽いデニムなので、春先とかちょっと暖かくなってからも使えるなと思って買ってみました。こちらも1990円なので、なんかさっきのに合わせて会社に着ていきたいなと思って買ってみました。続いてこちら。じゃじゃーん。こちらも袖がレースになっているブラウスなんですけれど、こちらは商品名が、ジャカードスリーブブラウス七分丈。ジャカード？なんだろう？ジャカードってなんだろうね。1990円、こちらも。ね、全部1990円じゃんって感じなんだけど、可愛くて、なんか着回ししやすそうなんで買ってみました。続いてこちらのデニムサロペット。こちらはですね、なんか今まで私サロペットって持ってなかったんですけど、なんかこういうの着てみたいなって久しぶりに思ったので、買ってみました。まあさっきの白のやつとかにも合わせやすいと思うし、なんかブームでもらった T シャツとかに合わせて着れるなと思って買ってみました。普段 T シャツとか私着ないんですけど、なんか着たい時ってあるじゃないですか。イベントの時とか。そういう時になんか合わせて着れるものないかなと思ってたのでちょうどよかったです。こちらはね、2490円となっています。で、最後、若干1万円超えちゃったんだけど、こちら、サンダル、2490円。プラットフォームミュール。こちらはですね、すごく春夏にいいなと思って、うちの会社は結構こういうの OK なんですけど、なんかこう友達と遊びに行く時とかも楽そうだなと思って、なんか前にも高さがあって、後ろにも高さがある。私ヒールが好きなんですけど、これはまさにそんな感じで足が疲れにくそうだなと思って買ってみました。それでは早速、買ったものを着ていきたいと思います。I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling your heartbeat, everybody's carefree. はい、ということで、全部着てみたんですけれど、まあ、どれも結構気に入っています。春、夏、両方いけそうですよね。普段着やすいをテーマに買ってみたんですけれど、なんか疲れにくそうだし、シンプルで、やっぱり GU っていいなって思いました。なんか私は結構 GU、すごい着るので、安いからね、安い服が好きなんですよ。例えば、なんか、とりあえず GU って、いや、新しい服が欲しいって思ったら、行けば、今のトレンドっぽい服もちゃんとあるし、なんか誰にでも似合うような服装がちゃんとあるなと思います。あとね、オフィスにも着てつけそうな服もあるし、なんかティーンズ向けの服もしっかりあるし、なんかとにかく私は GU 大好きです。私は GU でこういうのを買ったよっていうのを今回紹介したんですけれど、他にも今これおすすめだよとか、私はこういうの愛用してるよっていうのあったら、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。いいなって思ったら私も買ってみたいので教えてください。それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。皆さんまたね。